マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対読売ジャイアンツの16回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど。相手ピッチャーの前に手も足も。マツダズームズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。西さん、西さんにとっての理想の2番バッターというのはどの？バッターは小園。昨日のゲームでは無安打に終わっています。相手を0点に抑えて初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。バッターは2番に入っている菊池。今シーズンここまでホームランは3本、ヒットでランナーダーッと当ててしまいます。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。低め外れました。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そう、見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。前に飛ばしたかったんですけどもね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の鈴木が入っています。バッターの鈴木、今シーズンの得点圏打率、空振り三振、前にボールを飛ばせません。ツーアウトになっています。バットには当てたかったんですけどね。打ちました、ショート取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ゲームはこれから2回の裏に入ります。カープの攻撃、バッターは6番西川。今シーズンここまでホームランは8本。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。打ちました、ファウルになります。アウトコースは外れます。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは7番に入っている松山。昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上星、そしてキャッチャーは大城。このバッテ、初球は何で来るか。アウトコース打ちました、セカンドが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。小宮山さん、両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか？いや、もう素晴らしいですよね。まあ、なかなか思うようにバット振らせてもらえませんか。打ちました、小園、アウト、ワンアウトです。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレというのはバッターからするとどのような感覚なんですか？もうこれはね、バッターは打とうと思った。2球目打ちました、サードうまくさばいて
アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター小園、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。バッターは2番菊池。先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。この回のカープ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、引っ張った。これは三遊間抜ける、ランナー出ました。カープです。ツーアウトランナー一塁。3番バッター中村、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですね。ヒットで一塁はセーフ。次が3球目。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただ見逃し三振、スリーアウト。バッターの鈴木、ここ5試合で打率が2割を切っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。試合前もね、ちょっとフォームを気にしていましたからね。なるほど、そうですか。さあインコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。坂本が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは5番相澤。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。バッターは6番西川。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。ツーアウトになっています。この回のカープ打線ですが、たった3球で見逃して三振になります。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただまあインコース詰まりました。これはサードライン。西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですが、いかがですか。まあこれまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね。修正整理できるんでしょうか。高め見送っています。これが5球目。インサイド落ちました。これはどうか。取りました。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。バッターボックス長野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。星、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはカープが中村、そしてジャイアンツが星、この2人の投げ合いとなっています。スライダー外れます。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど。ライト方向を流しました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは綺麗に流していきました。まあ、そう、まず何を投げてくるか。バントの構えを見せてきました。ここは送ってくるんでしょうか。送りバントだと送ります。星、一塁へ。ツーアウトになりました。送ってきました。ツーアウトランナー二塁。打順はトップに帰って小園。ここはライト線、大きいぞ。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ここまでの試合展開ハイライトでご覧。今日はストライク先行の投球です。打席には2番バッター菊池。前の打席はスプリットをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。打った、高く上がった。スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで丸。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそしてバッターボックスには中村が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ一打同点のチャンス。もうふわふわっと上がった。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席には鈴木が入ります。ここはいいバッターが外のボール打っていった。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。
さあ、そしてバッターボックスには相澤が入っています。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうです。インサイド打った、セカンド正面取った、一塁アウト、これでスリーアウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。西さん、こういったゲームの場合ちょっとしたきっかけで場面が動くというのは多いですよね。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。とにかくね、先頭バッター一人のバッターが塁に出ることで状況は動きますよね。さあ、その状況この回で動くんでしょうか。高め外れました。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。西川、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。リプレイでご覧いただきましょう。バッターボックスには7番松山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープ同点のランナーが出ています。一塁ランナーを気にします。一塁はセーフ。打者の内角をえぐるような投球でした。さあ、追い込まれてどう狙っていくでしょうか。次はボール気味に来るでしょうね。インコースのボールに重点を置いて待つ感じになる。さあ、どうだ。切りました、ファウルボール。いきましたが三振、ワンアウトです。変化球打った、セカンド取った、二塁へ送球、二塁アウト、ダブルプレー、チェンジです。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後これから先発の星がバッターボックスに入ります。完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。インコース空振り、あっという間に2ストライクです。打ちました、菊池抑えてワンアウト。8回の裏、追いかけるカープの攻撃、バッターはメヒア。カープ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。打った、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。見事起用に応えました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。打順は1番に帰ります、バッター小園。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、ライトフライに右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。ボールは中継、右中間へのヒット、これでマルチヒット。厳しい中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。バントしました、これはファウルボール。バッターボックスの菊池、今シーズンしっかり捉えた、落ちた、ヒットになる。中継にボールが送られる、センター前ヒット。ここはうまく打ち返して出塁していきました。バッターボックスは3番中村、チャンスが広がっています。さあ、カープ一打逆転のチャンスです。バットの先、二塁送球、サードランナーがホームに帰って、ご覧いただきましょう。相手のミスを誘い込み、ここで試合を制したのは広島東洋カープです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としてはね。
雨が降り始めています。マツダズームズームスタジアム広島、赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは2番見逃し三振。打順は3番丸。昨日は丸アウトコース打ちました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。この回ジャイアン小園が打席に入ります。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。初球打ち、これはどうだ、取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあ5球目は何か。いい当たり、これは破りました、センター前、ランナー出ました、カープです。ツーアウトランナー1塁。さあ初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。カープチャンスになります。ツーアウト2塁1塁。さあカープ手が出ません、三振。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振に倒れました。もったいないですよね。カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム、得点は奪えませんでした。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは4番岡。インコース詰まりました、取ってワンアウトです。バッターボックスは5番パーラ。今シーズンここまでホームランは14本。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。ワンアウトランナー1塁です。打席には6番バッター。2球目打ちました、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、外野へまだ伸びている。バッターは7番に入っている重信。ツーアウトになってインサイド、1、2塁間を破る、2塁はセーフ。これで3試合連続安打。バッターの小林、今シーズンの得点、打ちました、高い打球センターへ。この打球はフライになっています。相澤が掴んで3アウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。2回の裏になります。カープの攻撃、打順は6番西川。引っ張った、ここは打ち上げています。上がりすぎました、ライトが取りました。バッターは7番に入っている長野。まずはワンアウトを取っています。打ちました、パーラ、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは8番メヒア。ツーアウトランナーありません。インコース打ちました、いい当たり、レフトに強い打球、フェンス直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、ランナー出ました、カープです。ツーアウトランナー二塁。さあバッター外れて、赤星さん、バッターの小園、インコース打ちました、センターに抜けました、バックホームする、塁が埋まりました、ツーアウト満塁です。よくチャンスを広げてくれましたね。うちのボール打っていった、高い打球になった、掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先発の田口がバッターボックスです。ここはしっかりとアウトを取りたいですね。3球目打ちました、菊池が抑えています。ワンアウト、打順はトップに帰って亀井。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。打ちました、ピッチャーライナーです。この回、西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね。打ちました、ピッチャーライナーです。バッターボックスには4番鈴木。先ほどのよく見極め、次が5球目、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、二塁はセーフ、カープチャンスになりました。バッターボックスの西川、空振り三振。さてバッターボックスの長野、インサイド落ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、カープ1点を先制しました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ライト方向を流しました、これはどう、一二塁間を破る、ホームに送球する、サードランナーホームイン、期待に応えるバッティングを見せました。点差を空振り三振、タイムリーと4回の表、
回は4回の表に入っています。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーン引っ張った。これはどうだ、一気にライトへ。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。4番バッター岡本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ、これでアウトを増やさずにチャンスにも打った、抜けた、セカンドランナー帰れば1点差。バックホームする、センター前ヒット。これで4試合連続安打。バッターボックスパーラ、カーブ、空振り三振。ここは投げ勝ちました。タイミングをうまく外されてしまいました。ランナーは変わらず三塁一塁です。ご覧いただきましょう、際どいコースに投げ込んできました。三振です。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面でバッターボックスには6番の吉川が入っています。打った、取ってアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には重信が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。フォアボールのランナーを出しました。いい当たり、一二塁間破っていく、一気にライトへ、ホームへ、サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点返しました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て点差が縮まります。バッターボックスには代打の中島。西さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。こういう展開になってくるとね、勢いが出ますからね。まずは高め打った、サードが抑えた、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。さあマウンドを任されたのは中川、今シーズン28、打ちました、痛烈な打球、高く上がった、ライトバックバックバックする。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー二塁で、バッターの菊池、今シーズンの打った、ライナー掴んでアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには変化球打っていった、伸びる、伸びていく、センターの頭上を破っていった、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達、カープ追加点を期待に応えるバッティングを見せました。点差を、これが2球目、ストレート打った、セカンド正面掴んだ、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。進塁打になりましたね。高めのボール打った、ここは打ち上げています、掴んでスリーアウト。この回の攻撃は5回の表、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは亀井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました、これはどうか、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。2番バッター坂本、先ほどの打席はピッチャーライナーに倒れています。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上ピッチャーちょっと、空振り三振。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この見逃して三振です。ワンアウトです。7番バッター、ここも見よ、3球目は何で来るか、打ちました、吉川、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまい、これから。さあマウンドに上がったのは栗、今シーズン20試合目の登板です。サニーさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。インサイド落ちました、左中間に大きな打球、さあどうだ、センター左へのヒット、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスのパーラ、今シーズン外の球抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、二塁ランナー三塁も回った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点返しました。
3対2になりました。カープなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て点差が縮まフォアボール。ここは勝負を避けた。まあ向こうは併殺を狙って送ってきた。あーっと掴んでアウト。決めることはできませんでした。また初球抜けた。セカンドランナー帰れば同点。同点のランナーが三塁を回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追いつき。バッテリーは警戒していたはずですがここで同点打を。バッターボックスには代打の平。ここはバッターも当然大きいのを狙っているんでしょう。まあ犠牲フライでもいいですからね。まあなんとか得点したいですね。中間守備で来てますから。右中間へ持っていった。雨の中伸びていく。入りました。ホームラン。平今シーズン第13号の勝ち越しスリーランホームラン。カープこの一発でリードを奪われました。いや簡単なボールじゃなかったですよ。ナイスホームランですね。そうですね。ご覧いただきましょう。代打にホームランが出て勝ち越されています。このゲーム中盤ここでリードを広げられてしまいました。打順は1番に帰ります。バッター亀井。カープ継投策が裏目に出たかこの回逆転を許しています。2番バッター坂本。今日はインコース詰まりました。ここはフライになっています。メヒアが掴んで3アウトです。しかしこのジャイアンツ6回の裏ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには打ちました。ショートが取る。アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って小園。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、期待しましょう。外れてフォアボール。ここは盗塁するならキャッチャーの打ちました。坂本一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。ランナーこれから7回ジャイアンツ。さあマウンドを任されたのは床田。今シーズン23試合。先頭バッターある。さあまず1球目走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあこの盗塁は大きいですよ。変化球打った。ショートの左抑えた。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあそして打席にはパーラが入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたがまだピンチは出していません。外の球打った。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツ追加点。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。初球打ち。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。8対3。カープなおもピンチです。バッターボックスは7番重信。まあカープとしてインサイド弾き返した打球は右中間へ。この打球はフラタッチアップ。打席には8番バッター小林。先ほどの打席で打ちました。大きな打球になった。センター下がっていく。下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。アウトコースの厳しいボールでしたけどね見事に捉えましたね。はい。ピッチャーに打順が回って6回から登板の戸郷がそのまま打席に入ります。大きくリードしてますしもう少し投げさせたい、バッターボックスには代打の増田。ジャイアンツこの回にこれはバット出ず三振。赤星さん
残りの回を考えるとそろそろ打線に打ちました。ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは5番相澤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は変化球空振り、ワンアウトです。打席には6番引っ張ったライトへ打球伸びる、ライト掴んで2アウト。バッターボックス長野、前の打席変化球空振り、3アウトチェンジ。さあマウンドに上がったのはフランスは見逃し三振、まず1つアウトを取りました。バッターボックスは2番、見逃して三振になります。バッターボックス丸、前の打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番岡本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。8回の裏に入りました。追いかけるカープの攻撃、打順は8番メヒア、先ほどの打席はセカンドゴロ、見逃し三振。バッターボックスには代打の松山。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、打った、吉川取って3アウトチェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。さあマウンドを任されたのは岡田、今シーズン16試合目のいきなりトップ引っ張った、弾き返した打球はライトへ、ライト掴んでワンアウト。打順は6番吉川、先ほどの打席打ちました、ここは打ち上げています。菊池が掴んで2アウト。バッターは7番重信、先ほど打ちました、菊池が抑えて3アウトチェンジです。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転でいい当たり、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは3番中村、先ほどの打席はショートゴロ、ライト方向を流しました、これはどうだ、取った、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックス鈴木、3球目打ちました、ヒットになりました、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁1塁。打席には5番バッター相澤。まあ大差はつく、打った、ライナー抑えてアウト、2アウトランナー2塁1塁と変わっています。バッターボックスには6番西川、高めのボール打っていった、最後は内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。